ネットワーク科学研究室の林です。通信、電力、交通や物流、株や証券取引など我々の身の回りにはネットワークがあふれていまして、日々の生活や経済を支えています。それぞれのネットワークは 独自に構築運営され、どれも複雑なシステムなんですが、身近な多くのネットワークに驚くべき共通の性質が存在して、しかも非常に脆いことが今世紀初めに人類初めて分かりまして、物理や科学の研究者を中心にネットワーク科学という、新分野が誕生しました。それぞれ別々の複雑なネットワーク全体を統括するのは不可能であることから、鍵となるのは自律分散的に機能する生物や社会の仕組みをヒントに、ネットワークの自己組織化や自己修復、オープンな文献型組織などの切り口から近未来のネットワークデザイン法を探っています。大規模災害や広域無線通信への応用は重要な課題の一つです。結構大規模なシミュレーションも必要で、データセンターやウェブ系の企業などの就職に有利なさまざまな技術を習得するのにも、役立ちます。ぜひ一緒に新しい分野にチャレンジしましょう。